ダイヤモンドの中でも特に注目を浴びるのは美しさと大きさを兼ね備えた研磨済ダイヤモンドです。ここでは世界で最も大きいとされる3つの研磨済ダイヤモンドを紹介します。第1位カリナン、アフリカの星とも称されるカリナンは532カラットの巨大なダイヤモンドで、現在はイギリスの王冠に使用されています。このダイヤモンドは世界最大の原石ダイヤモンドから切り出されたもので、その美しさと輝きは圧倒的です。第2位ゴールデンジュビリー、カリナンに次いで大きいのがゴールデンジュビリーダイヤモンドです。重さは 545.67 カラットであり、タイの王室によって所有されています。この金色に輝くダイヤモンドは、その名前が示す通り黄金の輝きを持っています。第3位グレートムガルダイヤモンド、第3位にはグレートムガルダイヤモンドがランクインします。このダイヤモンドの重さは186カラットで、ムガル帝国の歴史とともに知られています。短くない歴史を持ち、現在はその行方が不明とされていますが、その存在はダイヤモンド愛好家の間で神秘的なものとして語り継がれています。以上が世界最大の研磨済みダイヤモンドのベスト3です。それぞれが歴史と美しさを持ち、見る者を魅了し続けています。